トガサワラ族は、マツカの神洋樹の分類群の一つ。日本には、トガサワラのみが分布する。常緑性の信用樹。高木になり、特に北アメリカのアメリカトガサワラは高さ100メートル、直径5メートルにも達し、世界最高の木の一つに挙げられる。葉は、細長いが扁平で、表面は朱脈に沿ってくぼみ、裏面は朱脈の両側に白っぽい気候体がある。 葉は茎に、螺旋状につくが、やや二列になり、また茎に用心が発達しない。死有同種で、休花は成熟すると下を向く。また丸い種子輪片の先まで方輪片が伸び出し、その先端が三列して尖る。種子散布は輪片の間が開いて行われ、休花の輪片は脱落しない。種子には翼がある。また、松下の植物の花粉には、 機能があるのが普通であるが、トガサワラ族のものでは、それがない。米末の樹形北アメリカとアジア東部に分布する。第三期の化石がヨーロッパから見つかっている。ツガ族や東ヒ族のものに似ているが、これらの群では枝に幼稚を持つこと、また旧家では、ホウリン輪片ンが種子輪片ンンを超えて出てこない点などが異なる。また、モミ族では、旧家の輪片ンンが外れる点で異なっている。 分類学的には、カラマツ族、ラリックス、銀山族カタアヤと共に、カラマツ赤とする説もあるが、モミ赤とするのが普通。世界で4種が知られ、日本には、トガサーラの実が分布する。日本では化石としては、他の種も見つかっており、現在の分布域が、極めて小さいことから、依存種の群と見られがちだが、北アメリカの米松は分布域もその量も多く。 戦前にはその材が日本に多く輸入された。下記に、賀笠原族の種を示す賀笠原族禁煙族。ありがとうございます。